再検定までされています。おもせチャンネルです。今回は SNSU 最新作、ベロブ、ザ・ラストランス、初見、ネタバレ、感想。さあ、今深夜の2時半過ぎ。ゼロ時上映で見てきました。そうですね、本当にほやほやで見てきました。最速。SNSU といえば、うん、ベロムと、はい、レッドデオリカミジ、はい、モービウス、はい、マダムウェブ、はい。で、今回5作目、はい、なります。頑張りましたよ、ここまで。まあね、いろいろ言われてて、ロッテントマトも相変わらず評価低くて、ね、どうなることかと思って、うん、先見てきましたけど、はい、どうですか、SNSU とか。うん、好き。一応ね、全部はもちろん見ましたけど、めっちゃ悪いけど、最後まで見てたみたいなね。近年の YC みたいな、はいはいはい、感じだったんですけど、ただ、ベノム自体は、うん、まあ、トム・ハーディも含めて、うん、好きなキャラクターではあるので、うん、しかも、最後って言われてたから、うん、どうこの集大成を決着をつけるのかっていうのは楽しみにしてましたね、うん、俺も、うん、まあ、最初のベラムはめっちゃ好きな作品、うん、おーレッド・ザ・ビー・カーネージは、うん、ストーリー的には俺好きだったんだけど、うん、まあ、そのカーネージっていう原作ではめちゃくちゃ強いけど、ビジュアルもかっこいいからね、そうそうそう、あっさりもう一作で死んじゃったから、うん、あれっていうちょっと雰囲気らしくなって、もったいないなっていう、ね、そうそうそう、で続いてモービウス、うん、まあ、あれは、うん、一つの作品としては好きだけど、うん、あのね、予告詐欺が多すぎて、はいはい、何やねんっていう、ツッコミどころがちょっと満載。まあまあまあ、マダム・ウェブは、はい、まあ、本格的なミステリーと銘打っておきながら、うん、ミステリー要素ゼロ。ボコボコに言っちゃったからね、感想動画で、前回。スルミのね。そうそうそう。荒探しとか。そうそうそう。でまあ、今回は、まあ、予告編もちろん見て、はい、もう原作でもめちゃくちゃ強い、ル、う、ル、ん、が出るということで、うん、期待半分、ちょっと不安半分というか、はい、一作でどう仕上げるのみたいな、うんうん、まさか一作でカーネージみたいに決着つけちゃうのと思って、うん、ちょっとドキドキしながら見に行きましたね、はいはいはい、で、どうでした？楽しかったです。あ、楽しかった楽しかった。別につまらんって言うと思った。いやいやいや、あの、1、2、3あって、はいはい、一番好きだったかもしれない。あ、ほんと？うん、めっちゃ意外ない。ずっと楽しかった。あ、ほんと？まあでもその一つの要素としては、はい、音楽の使い方めっちゃうまかったなっていうのがあって、確かによく知ってるような音楽から、うん、ストーリーに合わせた意味のある音楽を結構使ってて、はいはい、まあまず最初、うん、大馬さんですよ。あそこでクイーンの、ね、Don't Stop Me Now、 もうみんな知ってる曲だ、ね、そう、もうまんまですよね。どうなんどうなんっていう感じで全力疾走でかけてくれて、はいはい、いい感じ でしたし、あとは、まあこれちょっと音楽も含めてなんですけど、はい、今回トム・イジリが多かったじゃないですか。まあトム・クルーズとかね。そうそうそう、飛行機のシーンはトム・クルーズかよっていうツッコミがあった、ね、あったね。まずそれが一つ目のトムのツッコミなんですよ。トム・クルーズ好きなの？そうそうそう。で、二つ目のトムが、はい、エリア51に行きたいって言ってたヒッピー家族、はいはい、いいだね。あの車の中で歌い合うシーンありましたね。で、あそこでデビッド・ボーイの初期の名曲と言われてる、はい、スペースオディティ。スペースオディティ。そうそうそう。まあもう名曲ですから。はいはい、あれも実はロケットで宇宙に行ったトム少佐かなが、はいはい、頭おかしくなっちゃったっていう曲なんですよ。それも一つトムいじりで。トム少佐というと。で最後のトムはラスベガスに行った時にレイマン。レイマンね。レイマン。そう。確かにこんだけトムいじりがあったっていう。まあそこのあのスペースオディティの曲の使い方も、はい、トムがおかしい人だよねっていうところも、まあ、含めて面白かったし、まあ何より最後ですよ、僕は感動した音楽は。あの回想シーン。そう。マルファイブ。ああ、マルファイブ。のメモリーズ。そうね。で、あれは要は、こう、死別した者たちによる曲。うん。もうまさにだったじゃないですか。確かにね。で、そういった音楽のこの使い方っていうのはすっごい良かったなぁと思うんですけど、1点だけ、アバのダンシングクイーン。あ、彼女ですよ。そうそうそう、踊るシーン。はいはい、あれは意味なかったよね。あれはそんなにメッセージ性はなかったんだけど、まあそれはそれですごく楽しいシーンだったから、すごい曲の使い方が今回良かったなっていうのが、まず大丈夫だった。全体的に。うんうんうん、うん、まあ。申し訳ないけど、うん、俺は逆に、うん、ちょっと不安な気中というか、あ、そう。今回、そのノリが登場するということで、うんうんうん、もう冒頭からノリの紹介始まって、あったね、あったね。もうめちゃくちゃ凶悪感。うんうんうん、もうラスボス的なね、うんうんうん、感じで始まって、うんうんうん、エリア51の人々も、神病と研究しながら、うんうん、なんか地球はやべえぞみたいな、うんうん、結構シリアスなシーン。うん、で対照的にこの2人はずっと楽観的というか、うんうんうん、なんか2人だけ別の映画の中で会話してるみたいなぐらいの、なんかジャンル空気感が。そう、空気感が全然合ってなくて、今回2人の中にあるものが、うん、ドルに狙われてると、うんうんうん。で、変身したら、うん、それが、敵に当たっちゃうから、うんうんうん、もう変身しないようにしようって言ったのに、うん、ダンスシーンで変身する必要あったみたいな。あのシーンは本当に嫌なシーンなんですよ。だから、たぶんチェンさんが、うんうん、歴代ベロム作に出てるから、この作も出してあげよう。うん、けど、出す場所がない。うん、その
度ラスベガスで勝ってることにしようということで、うん、そうだね、まあ、無理やりねじ込んだシーンがあそこやったと思うんですだね、まあ、そのシーンに対しては不満は別になかったんやけど、うんうん、今回終盤の戦いで、うん、もういろんな神妙と出てきたじゃないですか、はいはいはい、総力決戦だ、はい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 、けどよ、うん、神妙とハンターと言われてるうん、ゼロパーシー、はいはい、負け物マジで怖かったまるで神妙とゴミのようにさ掃除機で吸い取るからようにさどんどん死んでいくやん相当強かったんだねもっと大事にすると思ってそうかもっと戦闘シーン見たいし、うん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 、もっと犠牲した人間とやりとりも見たいし、うんうん、なのに最後の断捨離のごとくもうどんどん片付けられちゃってあらあらあらぐらいだからそのチェンさんのダンスシーン入れるんやからいやそこの尺もっと使ってほしかったってなるほどねだけどまあいい手挙げとしたら、うんまあ、ゼノファージのビジュアル結構気持ち悪さ、うん、あと捕食シーンでこっから血しぶきが出るみたいな、うんうんうん、ああいうところはだから除雪機みたいなねそうそうそうなんてねだから今回本当に映像の技術っていうのはすごかったなっていうのはあってすごく細かいところまで、うん、確かにね VFX はすっごい完成度で、うん、一切手抜きがなかったっていうのがあって、うん、見た方は分かる通り、うんエンディングちょっと長かったでしょ長かったね、どうで、もうよく見ると VFX 担当した方が何人いるのっていうぐらい日本人も多分 2,3 名いたと思うんだけどすごいのよで、夜の最後の戦闘シーン、うん、基本的に夜を使うっていうのは映像にちょっと、自信がなかったりとかごまかすために意外と夜使われがちなんだけど、はい、夜だとはいえちゃんと見やすいアクションになってたから、はい、そこもすごい技術あるんだなっていうのがあるんですか、うん、エイリアン VS プレデター2とかも真っ暗やね何もいいやまあちょっとした伏線回収といったらおうおうあのヒッピー家族がさミエレカあの絵画見てる、うん、あれもなんか伏線やってて最後テラムが体を張って犠牲になって、うん、エディを守るためにうんうん、ドアをこう引っ張ってきて、そうだね、縦にしてそうだ、ね、であのドアこそがそのベラム側の方を死後の世界はい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 、でこっちが生きてる世界そうだった、ね、あとゴキブリの話もさ劇中であったあったもう2億年ぐらい生きてるみたいな、うんうん、でその伏線回収としてラストシーンに最後、ね、出てきて、うんまあそこでゴキブリに神妙とのかけらが不正して、うん、もしかしたら実はまだベロンから、ね、生きてるんじゃないかつながるかもしれないっていうもうほぼ1時間40分ぐらいの映画だけどまとまってたんじゃないかなと思うあ、うん、よくそういったところも含めてね、うん、逆に俺はちょいちょい繋ぎ方雑やなっていう部分があったのが正直川に流されてる時に特殊部隊が到着するシーン、うん、あの直前のシーンってあのエディグロック見つけました、うん、よし特殊部隊送れみたいなやり取りの直後にもうすぐ特殊部隊到着してたから、うん、普通はその間になんか別の映像挟むんちゃうかと思って尺の問題を気にしてか、うんうん、めっちゃこうギュッとしてたから、うんうん、ところどころ無理やり感あるなっていうのはあだからそこをこうテンポいいと捉えるのかそういうふうにこうノイズに思う人ももちろんいるし、うん、そこは分かれるよね、うん、俺が気になったのはそういった点だと基本的にはアメリカが舞台で、うん、アメリカ人の設定でっていう作品なわけじゃん、うん、あのほぼイギリス人でできてるっていうこの映画ほぼ8割イギリス人っていうでもすごいのがやっぱりイギリスなまりになってないっていうのがすごくて、うん、ちゃんとアメリカ映画として見ることができるのはさすが俳優さんだなっていうのは確かにねでもあとラストですようんまあ、ヌルがなんか怒っちゃってさあ本番だみたいな感じちょっと今回心配怖いねこの後そのちゃんと計画があるならいいんだけど、うん、なんか投げやりで終わらせたんだったらちょっと黙っちゃおけないよなるほどねそうちゃんとそれなりの続編というか、うんまあ、いやあるんだったらねそうトム・ホランドのスパイダーマンと、うん、そこをクロスオーバーさせるのもいいしでもそこをファンが求めてんじゃないの、まあね、来年からねスパイダーマン4撮影が始まるから、うんうん、そこはちょっと期待してるかな